はい、おはようございます。釣り旅土屋奈津です。今回は久しぶりのずりということで、梅雨でね、雨降って、もう梅雨がもうちょっとして明けるかなぐらいのタイミングで、ダムに来てます。ここはね、京都、奈良、あとなんか三重の3つをまたぐこう川みたいになってる、あのリザーバー系のダム、高山ダムです。高山ダムっていうとね、あんまり動画でも紹介することなくて、僕もそんなに回数来てないんで、どんなダムかって言われるとちょっと秘境感のある、ポイントも情報とかもあんまりないような、ダムです。でも釣れるヘラが綺麗で、魚がいるポイントを見つけれたら、でいいタイミングで入れたら、すごい素直にいい方のヘラが食ってくれるみたいな感じの、ダムのイメージを持ってます。はい、高山ダムに来てるっていうところで、オープニングが車通っちゃったんで途中で、ポイントの上まで行きました。まあその高山ダムのイメージは、さっき言ったみたいに綺麗なヘラが釣れるっていうのはちょっと秘境感があって、ポイントの情報とかもあんまりないんで、魚さえ見つければ、綺麗な大きいヘラブナが釣れるっていうことで、今回挑戦してみたいと思います。でちょっとね、一人じゃ心細いんで、このダムに精通してるよく来てる、うちの関西のレジェンドメンバーの方に登場してもらうんですが、その方はですね、例会終わってから、高山ダムに行ったりとか、例会の前の日にも高山ダム行ってたりとか、高山ダムが好きで、釣りが好き でダムのこういう釣りが、マッシュを使った今回釣りになるんですけど、こういう釣りが好きで、まあ、その釣りを生かして例会でも参加してもらってるんで、じゃあ来てもらいましょうか。今回はね、多分ね、その今から紹介する方の釣りがメインになると思います。で僕もちょっとタイミングがあればその後やろうかなっていうような感じです。じゃあちょっと今日の高山のヘラを見せてくれる師匠に出ていただきましょうか。じゃあよろしくお願いします。あ、どうもどうも、おはようございますどうも、谷口ですヘラヘラしてるわ谷口ひかるくんです。まだ大学院生で、はい、すごい、ちょっとね、だいぶ前から知ってるんですけど、すごいダムに昔から行ってて、マッシュの釣りが好きで、関西独特のこんな長いトップを使ったような、マッシュの釣り、大きい針でマッシュ単品近いような餌をバン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 打つような、関西独特の大物狙いの、そういうね、マッシュ系の釣りにも精通してるんで、今回はそのひかるくんに、出ていただいて釣りしてもらおうと思います。はい、今日は目標は、まあ尺半以上釣れたらいいなと思ってます。はい、みんなに見せたいね、高山の綺麗、高山のやつ見てみんなに見てもらいたいと思ってますはい、若干緊張してるんですが、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあポイントの方に来ました。ひかるくん、ここはどういうイメージでここのポイント入ったんですか？そうですね、イメージですか、なんでここに入った？まあ、定番な、よく一級ポイントってことがあって、結構定番のポイントなんですよ、ここは。まあ、広瀬ワンドっていうポイントで、まあ、水、今高山ダムが6月15日に減水が止まって低水位になるんですけど、そのタイミングでちょうどこの広瀬ワンドとかに魚がこう入ってきて、でまあみんな大体そこでやるって感じですね。ちょっとあれね、梅雨で雨も絡んで増水してるというか、水流入してるから、はい、ちょっとこういうワンド系が、はい、まあ、ノッコミに近いというか。そうですね、ワンドの奥の方にもその川というか、その水が流れ込んできてて、多分それも関係しているのかなっていう感じです、ね。やっぱこの時期は定番ワンドの入り口とか、まあはい、深めのワンドがいいですよね。はい、じゃあそんなポイントで今日は頑張ってください。はい、じゃあ餌をお願いします。はい、はい、餌が特用マッシュで、まず3倍、200で3倍、200で3倍入れて、でこの LL グルテンを、ちょっとだけ。何 cc？ 5cc ぐらい。それ5cc 25じゃないの？いや、25cc のカップでちょっと 5cc 程度ぐらい入れたやつ。気持ちやね。気持ち入れるだけでも全然その餌持ちとかが変わってるんで。だから600に LL 5cc。5cc ぐらい。はい、で水が500cc。うん、よいしょ。で、
よくかき混ぜながら、で両団子となんか違って結構そのマッシュ結構開くんで、よく練っていった方がと思います。そうそう、なんかねマッシュの釣り慣れてない人って絶対、ね、練り足りひんくでさ持ってないのが多いから、もうこれぐらい練って、まず魚入ってきた時でも餌がついてるように、餌ついてなかったら釣れへんからね。はい、だから絶対練って餌が持つまで、もう押し練りしてもらった方がいいかなと思います。ムローデとかでも、まあ、釣り旅見てあんまりマッシュ初めてなんですよっていう人も結構来るんですけど、やっぱ練り足りてない人が結構多いんで、マッシュは持つまで練るっていう、でちょっと持つのが練るのが楽な、練る回数が少なくても済むように、ちょっとグルテン LL とかちょっと粘るカルネバとかマッシュ団子とか入れて、ちょっとこう練る回数を減らすような工夫をしたらいいかなと思います。はい、で餌は一応これで今完成したような状態で、もう、うん、なんちゅうか待たずにもうさっさと針に餌つけて打っていきます。吸水させへんの？吸水はもうやっつりしながら、釣りしながら適当に、もう最初なんでも適当に、魚もどうせいないと思うんで、うんうん、寄せる。はい、まあ、餌もだいたいこんなぐらいの大きさで、うん、それ針何個？針が大体13号っすね。うん、ちょっとちっちゃめやね。ちょっとちっちゃめで、で、あ、そうそう、浮きが、まあ、マッシュ用で、なんか、まあ、関西の、まあ、両マッシュの定番の浮きというか、その、かんざし浮き。え、何センチ？全長、60センチぐらいあるとは思います。結構大きめの浮きで、結構、こういう浮きで、やっぱ、釣り堀と違って、ちょっとこの大きい浮きで、ドーンっていうあたりで釣れると気持ちいい。うん、ね、まあ、大きいマッシュの餌をこう、ストロークで釣るみたいな感じでね。はい。むくですか？そうですね、ソリッド。ソリッド。軽い餌をこう、馴染ませるみたいな。はい。わかりました。はい。仕掛け、道糸何号？道糸が3号ですね。おー。あの、トラブル軽減のためもあって、一応3。それ、ちょっと重りが特徴的なんですけど。重りがちょっと割って、で今2つに割ってやってるんですよ。これ上下に浮き止めゴムがついてんかな。はい、つけた状態 で大きい浮きやから、ちょっと落下を分散させるの、重りを2点。はい、でこれ魚が入ってきたら重り下げたりする。下げたりとかして、その調整したりはします。うん、でまあ、しっかり餌つけて、大きいね。で振り込むと、餌落ちメモリはどこですか？餌落ちメモリは貼り付けた状態で、四目出しですね。四目出し？はい、四目出した状態で餌落ち取ってます、ね。結構上やな。はい。それでもまだ馴染まん状態です。作りたてやから馴染まへんけど気にしない。はい、まあ、さあここでちょっと練ってしまうと、このちょっとなんていうか、時間が経つと重くなってしまってどうしようもなくなっちゃうんで、うん、もう最初は馴染まなくてもあんまり気にしないで、時間が解決してくれるかなみたいな感じで。どれぐらいあの馴染めへんかったら調整した方がいい？どうですかね、10頭ぐらいだいたい打って、どうしようもなかったらもう練っていくとか、餌を大きくしたりとか、ちょっともっと丁寧に餌つけてみたりとかして調整するって感じですかね。10分ぐらいして馴染まなかったら練るとか、大きくして馴染ましていく。はい、これ餌切るタイミングって難しいんやけど、はい、どこで切ったらいいの？どれぐらいのタイミング？そうですね、もう馴染むまでで勝負したいんで、もう馴染んだらもう大体切ってますね、うん、もう、うん、あんまりないよな、ぶら下がってから触ってドンって。ですね、ぶら下がってドンはなかなかなくて、もう大体落ち込みのあたりになっちゃいますね、もう、うん、
まだこの2頭は馴染みが出てない。出ませんね、まだ。けどポンポン打ってまずは魚を寄せていく。はい、お、さっきよりとおかしい、さっきとちゃうな、浮きな入りが。さっきよりちょっと止めっていうか、ちょっと止めたな。ほら、魚止めてます。早いな。ほぼゼロなじみかな。でもちょっと3頭目にして雰囲気が出てきましたね。結構ね、皆さん見てる方はね、この餌打ちの速さが大事なんですよ。最初寄せ、まあ釣る時もそうやし、寄せるっていう意味でも、もう馴染んだらぶら下がったなと思ったらもうすぐ切るみたいな。まあまだね、馴染みは出てない。今が5頭目ぐらい。はい、まあ、作りたてやからこれからちょっと粘りが出てくるかなみたいな。ちょっと馴染みが悪い。もうこれぐらい打ってダメだった。ちょっと練ってみますか。ちょっと練る。結構これぐらい練らなかった。これが結構大事なんですよ。そのボソの状態で使ってて馴染めへんかったら絶対魚来ても釣れへんから、今みたいにちょっと光もう一回だけ練ってくる。ちょっとだけ、はい、もうこれぐらい、この感じ。もう潰して寝るっていうのがマッシュは非常に大事です。魚おるの言ってますね。ちょっと粘りを足したけど、それでもちょっと魚にまだ餌やられてるって感じですね。まだもうちょっと練ってみますか。もうちょっとね。そう、まずは釣りを始める、今まで準備段階みたいな感じだな。はい、伸ばしてた重りを戻して、ちょっと沈下スピードを上げて餌持ちやすくしましたね。よいしょ。
魚がおらんかっても全然おらへん状態やったら、まあ、ヘラに限らずジャミとかやったら今の餌の感じでもう入ってんねんな、ほんまは。はい、だから魚が今ある程度おるからちょっと寝ただけじゃ入れへんから重り下げたみたいな。はい、おお、ヘラの糸ずれっぽいな今の。ドキドキすんな。馴染み出しましたね、さすがやな。馴染み出してあとはもうちょっと何かするか。これぐらい馴染んだら OK？ あともうちょっと一目ぐらい馴染むと嬉しいですが、でもその向くの浮きでその大きい餌で二目盛りぐらいしか馴染ましてないから、よっぽど餌がもう軽いんやね。結構軽いと思います。なあ、軽い。できるだけさ、最初言ってたみたいにできるだけ触れへん、まあ、極力触れへん感じで練らずにというか最低限の練りで餌持たしたいというのも、こうやって軽くしたいっていうところにつながってるのかもしれない。でこのロングトップやけどその二目馴染むぐらいの軽い餌で、重りも魚おれへんかったら飛ばしてちょっと針数、長い針数みたいなイメージで釣ってるから、だいぶ落ち込みを意識した釣りやね。はい、うまいな。重り動かしたらだいぶ馴染み出した。馴染み？おお。弱い。ちょっと緩いけど反応が出てきました。すごいね、重りって。重りの位置結構大事ですね。重り下げたらだいぶ馴染み出した。あれぐらいがベストな馴染み？あれぐらいが一番いいかなって感じですね。まあ、普通の人だったら多分餌を練ってあそこに持っていくけど、ヒカルの場合は長いイメージでいうと重り飛ばして長いハリスから重りサルカの位置までして、はい、餌をまずなじましていったみたいな感じやから、こっからやっと釣りがスタートみたいな感じでね。はい、じゃあどんどん寄せて釣ってください。はい、お、動いてんな。もう本当はあのたった1ぐらいでパッと当たってくれるのが一番嬉しいんですけど、うん、だいぶ動いてんな打ち始めにしては。はい、非常にちょっと今高山もいい状態で魚もちょっと動いてるのかなって感じですね。なんか、うん、今ちょっと待ったもん。あれちょっと動いて触りがあるから、そうですね、ちょっと待ってみようかなって感じ、うん、待って今ぐらいね。これもうちょっとした。こまめに重り動かすな。もう 2,3 頭に1回重りを。なんかちょうどいい位置がなんかあるんですよ。なんか、うん、なんかあの型で当たる、なんかあれもあるしな。そのヒカルは馴染んでドンという型で当たらしたいから重り飛ばしてるっていうの多分あるやろうし。はい、でヘラもあれやん、ずっと同じ位置で、まあ、ハリス変えるのと一緒やからずっと同じハリスでやるより、こういうノズリの時って餌もマシやからそこまでいじられへんから、重りパンって飛ばして落下の変化とかで釣る方が手っ取り早いとかテクニックやもんね。あー確かに変化結構そう大事やもん、ね。はい、俺で言うと俺重り飛ばせん、あんま飛ばせへんから、そう棚を浮き1本前後刺したりっていうのを魚売るとき 2,3 頭に1回するから、はい、多分それと同じような感じで魚が反応してる気がしますね。触ってんな。触ってっけどこっからなかなか決めないですね。
お弱い、いきませんね。今見てたらさ、はい、光るってこうやっぱあれやな、自分で普通かもと思ってるかもしれないけど、めっちゃ独特な釣りやな。その馴染み幅も多分 2,3 メモリやん、向こうで、はい、俺多分パイプで絶対 6,7 節は入れるから、あ、まあ、入れ変のを続けてて入れたりとかやけど、基本はその釣るときは入れ込むことが多いから、早当たり取るにしても、はい、だからかなり餌軽いというか独特な餌使い。ちょっと餌ポンって竿をこう枕の前ぐらいに、竿の枕ぐらいですか、うん、はい、こんな餌どんすごいよ。これマッシュなんですけど、見てステイしてる、こんな餌めっちゃ軽い、ほらまだ見えてるもん。これぐらいの軽い餌をムクで2節とか、まあ多分実際餌はついてるけど馴染みが浅いみたいな、餌自体が軽いから独特な釣りや。多分あの大きさで棚にまでは届いてるけど、浮き自体にこう馴染みがほぼ2節とか軽い馴染みしか現れてないぐらい軽い、そう、餌を重り飛ばしたりとかして、はい、こう、まあ、ロングアプローチというかふわかけてるみたいな、かなり独特や。お、今何した？浮きを、浮きちょっとだけ、浮き1本分ぐらい深くして、深くした、ちょっと変化つけてみようかなとか、うん、ここ水深はもう19尺届けへんぐらい深いな、はい、そこで今棚を1本半、ん？2本半そうですねぐらいに変更して、ちょっと変化をつけました。重りもね、さっき言ったみたいに 2,3 頭に1回はヒカル君は重りを上に上げたり下げたり変化を加えてるんで、それプラス今みたいに浮き自体を上げてすごい変化をさして魚にアプローチしてます。何しに来たん？見て、光る。あ、かいたね。ちょっと魚が寄ってきましたね。ああ、やらかしたな。やらかした。ちょっと流れも左から右にワンドに入ってきた途端釣れ、ちょっとね動き出したね、ちょっと、はい、もうちょっとあと一歩。今のは惜しかった。初めての、やっと1ボールとちょっとで初めて生命感がヘラっぽい感じの動きが出てきました。はい、はい、光くん釣り方をちょっと変えるっていうことで、はい、グラスの浮きから、グラスの浮きからちょっとこのパイプトップの浮きに変えて、ちょっと待ちの釣りでしてみようかなと。ちょっと待ち気味っていう、はい、ちょっとあの落ち込みの釣りがちょっとあまりちょっと釣れてないんで、ちょっと待ち系でやってみたらどうなるのかなと思って、ちょっと試してみようかなと思ってます。はい、やっぱそういうのあれやね、マッシュやから餌いじり大きくいじられへんやん。はい、だから餌は一緒やけど重り飛ばしたり、浮き下調整したり、トップの材質変えて落下の変化というか町の間合い、餌切りの間合いみたいなの変えたりとか、まあ、そういう風にして釣り方をいろいろ探っていくっていうのがこうマッシュ独特の釣り方のこう変え方というか釣りの探り方ですね。はい、はい、すごいねその浮き。
すごいな。え、すごい浮きや。じゃあちょっと釣り方変えてチャレンジしてみてください。はい。やるな。あ、かかった瞬間減らやと思った。さあ、ひがる君、浮きが動き出したと思ったら、ゴミが流れてきて、やばいことになってきてます。どうしようもないですね。あと何投できるか。よし。さあ、ひがる君、はい、見てください、目の前のゴミを。はい、やばいです。入ってきちゃいました。もう釣りになりません。どうしようもないっす。このゴミ、じゃあちょっと、もう今回はあれですね、諦めると見せ、思わせつつ、はい、ダム移動しましょうか。はい、やります。じゃあ見てる皆さん、ちょっと後半にご期待ください。はい、それでは。なんか言ってし。それでは今後ご期待。じゃあもっと面白い、もっとください。え、もっと？もっとください。一発芸。恥ずかしい。大丈夫だよ。ね、笑わしたれ。いや、早く早く。早く早く。で。早く早く。え。はい、じゃあゴミが流れてきて、ちょっと撤退でポイント移動してきました。もうこれもダムの釣りですね。ひがるさん、はい、もう今日どこに来たんですか。今日はあの室尾ダムの三公園っていうとこポイントに来てます。ちょうど釣り事務所のある中流域にある先の高山ダムと同じで、ワンド、ちょっとワンド形状になったところの岬の先端付近、まあ、ワンドの入り口付近って言った言い方の方がいいですかね。先と同じような、地形的にはポイントになってます。さあ、梅雨のヘラ、そしてキョベラをヒカルに釣ってもらって、みんなに見てもらいたいと思います。ほんまはね、無労なんで僕も竿を出したかったなと思いましたが、ヒカルにどうしても一匹みんなに見せてもらいたいと思うんで、頑張ってください。はい、頑張ります。室尾はね、高山と違って釣り事務所があるから情報もしっかりしてて、まあヘラブナ釣り、バス釣り問わず、まあ、どこで何がっていうかどこで今釣れてるよとか、どういう状況やよっていうのを、釣り事務所の船屋さんで聞いてもらったら、いろんな情報を教えてくれると思うんで、ぜひ初めて行かれる方は立ち寄ってください。で、高山ダムも室尾ダム両方なんですけど、日券がいります。で、高山ダムは巡回して来てくれるんで、そこで買ったりとか、周りの遊漁券販売してるところで買ったり、まあ、室ダムも巡回もあるんですけど、釣り事務所って自動販売機で、日券売ってるんで、必ず購入の上釣りをしてください。じゃあ室尾のヘラ現れるかな。基本的に光くんはあれですか、高山とほぼセッティングも餌も一緒で、ほとんどさっきの紹介したやつと高山で紹介したやつと、まあ、ほとんど変わらないような、まずはあの感じで様子を見ていくっていう感じですね。はい、はい、じゃあ頑張ってください。はい。さあ、もじりも出てきました。今日はね、中京レジェンドの井本さんも初の釣りということで、高山ダムから室尾に来ました。お願いします。
さあ、光くんの木は動くのでしょうか。どうしようもない、いちいち。これ当たり出したね。今日撮影したのが一番今ヘラっぽい。ちょっと怖かった反応でしたね。ちょっと大きすぎたけどな。ちょっと怖かった寄ってきたね。寄ってきました。なんかヒゲ生えてるかもしれないですけど。うお、今のはええ当たりやな。見たよ見たよ、竿がしなっております。おお、引きすぎちゃう。なんやこれ、でかいんか。いや、おかしい、なんかおかしくないですか。なんかおかしい、こんなヘラでこんな。でも、こいえばなんやろ。お、なんや、マブヘラ、何が来たん。慎重に行こう、慎重に。いや、これは釣れてる。釣れてる。釣れてる、見して、魚作って作って見して。にゃ、なんてこった。もうちょっとやね、雨降ってちょっと気配が消えたと思ったら。さあ、どんなヘラブナでしょうか。ちょっとすれちゃいましたけどね。でも確実にちょっと夕方試合に突入して浮きが動き出しました。まあ綺麗な、綺麗です。そして肩、おお、綺麗、めっちゃ綺麗や。綺麗、ムローの綺麗なハイラーです。次は食ってきてください。それではさよなら。また来いよって。さあ、うん、ちょっと浮きが動いてきて、隣の井本さんも久保君にレクチャーを受けながらやってます。向こうの方もちょっと動き出したみたいです。いいっすね、でもこの雰囲気の中で。何が来たんかなっていう楽しみも、こうのずりというか、こういうダムの釣りならではなんでワクワクしますよね。当たりやった、見た。光くんやったんちゃう、それは。お、ちょっと小ぶりですが。小ぶりですが、ヘラブナさんじゃないですか、待望の。待望のヘラブナ。ですか？ちょっと小ぶりな。ヘラブナですか？ちょっとさっきと、ちょっと対抗はちょっとないですかね。ヘラ、ヘラっすね。ヘラっす。おー、ヘラや。ちょっと小ぶり、30センチぐらいかな。でもなんとかヒカルの狙ってたあたりで釣れたね。はい、おめでとう。よし、もっと喜んで。はい、待望の。うお、ありがとう。待望のヘラ来ました。もっと釣るっすよ。ちょっと地合いになってきたね、浮き動いて。はい。さあ、朝から釣り場を高山ダムに行って、ゴミが流れてきて、移動してきて、室尾ダムでやっと地合いに入ったっていう感じですね。そうですね、一日大変でした。一日大変でした。お疲れ様でした。はい、まだ終わってないんで、まだまだ、はい、もっと大きいのを狙ってください。はい、さあ、光くん、2枚目のヘラ。2枚目。よっこいしょ。きれい。まあ、さっきと同じぐらいですが。見せてくれる？はい。きれい。さっき、そっち、さっきよりきれいちゃう、だいぶ。お、おー。きれいな。ピカピカやね。ピカピカ。うろこ1枚も剥がれてないです。はい。はい。ありがとうございます。はい。
それではさようなら。残念なお知らせで当たりが取れてませんでしたけど。え、何ですか？当たりは僕の不手際で取れてませんでしたけど。でもいいヘラでしたね。今のいいヘラでした。どう光る、どんな感じ今？今ですか、うん、すごくなんかこう浮きは動いてきては出てきてるんですけど、そのなんかスレの動きとかが非常に多いって感じかなっていうかなって感じですね。なんか、うん、こういう時何を気をつけてるの？こういう時はもうだいぶ動くようになってきたんで、もうあとはそのなんていうか本場のいい当たりだけ絞って取っていこうかなっていう感じですかね。もうなんか、うん、今のもそのブスッてこう綺麗に入ったんで、うん、今のは多分いけてるかなと思って合わせましたね、うん、じゃあさっきは魚おらんかったか寄せるっていう意味で、まあ小さいあたりの手を出していってた。そうですね、もう何でもかんでもいっちゃってたって感じ で今からちょっと寄ってきたから、はい、まあ、いい当たりだけに絞って、はい、合わせていくっていう、はい、感じですかね。そうですね。サイズアップできるかな。サイズアップしたいっすね。こいいやつ見したいっすね。ムロの綺麗なヘラをなんとか。どう光るってさ、まあ、うどんもたまにするし、はい、霊界も、まあ、中京関東関西っていろんなとこ釣り場最近行き出したりさ、はい、してて、まあ管理池も、まあ、すごい競技性が高くて、はい、みんなでワイワイできるって面白いし、まあ、手軽にできるやん、はい、で光はまあよくこういう純粋なの釣り場っていうかマッシュ主体の釣り場によく行ってるけど、はい、こういうとこの楽しみってこう簡単に言うと、まあ、いっぱい語り出したら気にないと思うけど、こういうとこのこう面白さというか魅力って何ですか？はい、まあ、ロケーションも確かに、まあ、めちゃくちゃいいのもあるんですけど、うん、そのなんていうんですか、釣り堀だとは、釣り堀ってこんな普通なんていうか今使ってるのはでかい浮きって、うん、その使えないんですけど、うん、そのこのでかい浮きがこうズバッて入るあたりってダムでしかなかなか見ることができないんで、うん、そのあたりでそのなんていうんですか、大きいヘラとかが釣れるのが非常に楽しいなっていうのが魅力かなと思いますね。うん、まあで1匹の価値っていうのが高いよね。はい、まあなんか大型主体の釣り場行ったらちょっとそういうところをこう感じるところあるけど、まあ、シーの機構で1枚1500とかつったらおおでっけえと思って嬉しいけど、はい、でもやっぱそれって管理池の中での感覚であって、はい、こういうノズリで例えばその先ずれた30センチでも、はい、そのこういうちょっと渋い状況の中で、はい、まあ、この広いダムで釣った1枚ってもうなんかサイズとか数じゃないなんか価値がすごいそこにあると思う。こんなひどい中でこんな短い竿で、ね、浮きが動くってなんかすごいことだと思うんですよ。そうそうそう、一匹の価値っていうのがすごい感じるし、ただたかだかこう記録とか、まあ、数字で見れば35センチやったとしても、なんかその初めて来たダムでとかこう情報が全然ないダムでたまたまちょっと寄ってみたダムで釣ったとか秘境のダムで釣ったとかそういう時ってなんかすごい一生忘れへん思い出になるというか、はい、記憶になると思うんやんか、はい、だからその一匹の価値っていうのがちょっとその他の釣りとは違う価値、一匹の価値を追い求める釣りかなっていう、はいはい、ような感じがするよね、うんうん、例えばなんていうのかな、まあ、もっと数釣ろうと思ったら針をちっちゃくしてちょっとグルテンチックな餌にして、はい、浮きもちょっとサイズダウンさせてってやったら多分数は釣れると思うね今この状況でも、はい、でもあえてそのかんざしタイプの大きい浮きで大きいマッシュを振って釣っていくっていうところでもしかしたら45センチ50センチが来るかもしれへんっていうこう期待というか希望というか、まあ、なんか夢があるよね、はい、その釣り方自体に、はい、なんか光はその夢をこう追って、はい、まあ、これからもねこうやってノズリに出かけて一期一会の魚との出会う釣りを楽しんで
やってもらったと思います。またよく釣れてたら僕も釣れて行ってもらおうと思います。はい。まあまだあれで締めに話になったけど、まだ閉まってないかな。了解です。尺半待ってますんで、はい、みんな見せてあげてください。はい、頑張ります。お、こっちも今日初めてヘラ台に座って初めてヘラブナ釣りをの釣りでした。犬本さんが釣りました。竿が綺麗に曲がってますね。おお、ちょっと後で見せてもらいましょう。お、綺麗なヘラ、おめでとうございます。ありがとうございます。の釣り初、綺麗な、はい、おめでとうございます。アップしました。夕方になってきて、ヒカル君はサイズアップ。はい、綺麗な。ちょっと鱗も全然剥がれてない綺麗な魚体の尺1ぐらいですかね。サイズアップした。うん、ヒカル君がもうペースになってまいりました。入れ食いぐらい釣ってますね、この試合で。おー、よ引くね。よ引きます。ダムのヘラ、お30ちょいはよし、よし、よし。はい、井上さんの席でちょっと何とかやらせてもらって、おお、おお、夕方試合で釣れました。ありがとう、綺麗な無料のヘラ、うん、ちょっと人の席でやらせてもらったんですけど、最高の当たりでした。ありがとう。さあ、もう夕方試合なんでそろそろ帰る時間です。まあ、こんな感じで一枚の、ね、価値を、ね、楽しみに皆さんもダムの釣り、マッシュの釣りやってみてください。エレンの会員募集中。